ちゃうよ。そう、クリスマスイブだから配信をしたいなって思ってたんですけど、眠すぎてびっくりしちゃった。こんなに眠たいクリスマスイブが。うん、クリスマスっぽくないですか？そう、ただの休日とか言っちゃダメただの休日です。マニキュア取らなきゃ。明日ネイル行こうと思って。ネイル、そう、なんか調子悪い時はお店でやってる。折れちゃってる爪が2本あるから長さ出しできないんですよ。だからクリスマスにネイル行きます。皆さんは何するんですか、明日。ネイルですか？お仕事ですか？頑張ってくださいね。眠たい。これさ、ネイル応急処置でさ、マニキュア塗ってから固めるやつ塗っちゃったから全然取れない。困ってる。直行液できっと取れないだろうな。早く寝たいのに。今日帰りの電車では爆睡してた。寝すぎてるよ。寝すぎだよ。そう、朝早かったのもある。朝早いとすぐ眠くなる結構剥がしてる。
今日美容院行ったんですよ。話したっけ？美容院行って1センチぐらいかな切ってもらったんですけど、なんと美容院爆睡早く終わりました。美容院やばいよね、今日一日中寝てる。どうして？眠り姫ちゃんと言いました。でもさすがに迷惑かけないように寝てました。まっすぐ寝てました。目を閉じてたって言った方がいいのかな。でも勝てなかった、寝ちゃいました。美容師さんとあんまりしないですね、お話。するときはするんだけど、基本的に話しかけられない限りは話さないです。今日はもう話しかけないでオーラとかじゃなくて、もう寝てたもんね眠っちゃうよ。そう、しかもご飯食べてから行ったんですよ。知ってる？みんな、私がご飯食べるとすぐ眠くなっちゃうの眠くなっちゃいました。で、今日ケーキがあったんですね、お家に。で、夜ご飯を食べた後にケーキ食べるって言われて、ケーキかーってあーケーキかーってで、9時ぐらいに食べるかって言われた。ケーキはあと20分とかだったの。じゃあリビングで横になってよと思って、私いつも家でさ、このなんていうの、服の上にモフモフのガウンみたいなの着てるんですけど、それにくるまって寝てたの。で、9時に起こされたような気がするんだけど、起きたの10時半とかだった起きれなかったよ。で、しかもね、寝起きってね、私食べれないんです。食欲湧かなくて、だからもうケーキ食べなって言われて、用意してあるから
っといてるよって言われて、紅茶を温め直して座ってちまちまと食べましたケーキ。そうだから本当は9時半ぐらいに配信しようと思ってたの私のスケジュール上ねこんな時間だよスケジュール通りじゃない。なんで？サンタさん来ないんだよね。言うの。サンタさん来ないかな。夜ご飯食べてる時とかに、今年はサンタさん来ないかなって言うんだけど、もう大人だから来ないよって。言われちゃう。もう来ません。残念です。お年玉ももうもらえない。ゲーム、今年はお年玉あるかな。ないよ。もう恒例。それが恒例です。残念、大人になってしまったということですね。悔しい。大人になんか。うん、お年玉はもうちょっと後に言う。見て後で除光液するけど、上のトップコートを剥がしてます。ネイルは白かベージュ、コーラル系も可愛いかなって思ったけど、なんか手先が綺麗に見えるようなカラーにしたいなって感じ。何色にしよう、まだ迷ってる。ヌーディーな色にしようかなとか言ってたら、メンバーにヌーディーって何って言われたんだけど、ヌーディーな色って言わない？ベージュとかさ、肌色っぽいピンク、赤ちゃんの唇みたいなさ薄いピンクもさ、私にとってはヌーディーな感じの色なんだけど、ヌーディーな色にしようかなって言ってたら、ヌーディーって何って言われました。言わない？
何ジェネレーションギャップですか。そう、オフィスのおレディーですよ、 OL さんとかがしてるような、リップもさ、なんかヌーディーカラーみたいな言わない？なんかケイトの CM とかで聞いたことあるような気がするけど、そんな感じの色にしたいんですよ、シンプルな。今の赤色を取ります。なんかこれも髪の毛に見えない？ツインテールしてるみたい、ここで。ショートですよ。私はショート、今ネットフリックスで進撃の巨人見終わったって話をあのスレッズでしてたんですけど、ネットフリックスでなんか韓国の恋愛リアリティショーみたいの見てます。それに出てる黒髪のショートなのかな、あれはミディアムヘアぐらいかもしんないけどの女の子がめっちゃ好きな顔で TikTok で流れてきて、何この子かわいいって思って見始めました。進撃の巨人はねあれで見てましたよ、通常スピードで見てた、倍速にしなかった。進撃の巨人倍速にするともう意味わかんなくて、難しすぎて。うん、そういうのは通常スピードで見てます。リアリティショーとかホラー映画は展開が遅い時は誰かがやられるまでは倍速で見ます。なんか攻撃され始めたら通常スピードで見ます。脱出を独り島のシーズン3見てます。シーズン1見てたんですけど2見てなくて3見てます。そう見ててホラー映画を、こう、あ、この人やられそうだなって思ったら倍速を戻すの。当たる、大体当たる。やられるかとか
ていうよりここで出てくるかっていうのは当たり前。今から皆さんにゲームは見ないですね。ゲーム系は見ないですね。頭使わずに見えるのが好きです。そうは多分3とかまで見てるんだけど、シリーズの助かるじゃないですか、時と場合によって。だからやめました、見るのなんていうの、今ちょっとあれかな笑い映画はバッドエンドで終わってほしいタイプなんです。こうディズニーとか恋愛漫画の実写とか、その恋愛ドラマはハッピーエンドで終わってほしいんだけど、ホラー映画にハッピーエンドは求めてないんですよ。だからそう、とことん残酷であってほしいって思うのがホラー映画なので、それを楽しみに見てるので、それを楽しみにもちょっと日本語おかしいんだけど、スクリーム見た気がする。スクリーム記憶ないな、あんまり。なんか白いお面みたいなやつだよね。なんか追いかけられて、このあれですよ、こういう やつが追いかけてきて、こう焦って逃げるのは何、ホラーっていうより最高なのかな。私はその実物がいない方が好きですね。そう、デッドシリーズのこう運命が決まっちゃってる感じとか、そっちが好きです。ホラー見たらお風呂入れなくなる。それ言われるメンバーにホラー映画おすすめすると、お風呂入れなくなるじゃん。入れるよ。入れるよ。思い出すときは思い出す。私も頭洗ってるときとかに、なんか後頭部から手が生えてきたらどうしようとか、こうシャワーし終わってこう水気切って顔上げた時に、なんか鏡の向こう側に誰かいるかもって思う時あるんですけど、最中にその時はその時だっていうその時はその時かって思いながらお風呂で過ごしちゃうので、
影響力が。怖いものね。いや、人の方が怖いですよ。全然、人が一番怖い。ホラー映画見てる人って多分みんなそう言う。人間が一番怖いよ。食べました。霊感がないからさ、思わないのかもね。何も金縛りにも会ったことないし、なんか嫌な空気とかも感じたことがないから、そうじゃん、クリスマスイブだよ。何食べたの？気絶もないです。記憶上ないです。金縛りないんですよ。でも私は思った、疲れてる時になるって言うじゃないですか。疲れてる時に起きるからなるじゃないですか。疲れてる時起きないもん。起きない、だからないんだ。仕事が続くときはその気をあんまり緩めないので、疲れてても影響はないんですけど、疲れててこう一旦気が緩まったときとかに起きるのかな、わかんないけど、疲れて休みの時は起きないので出会えません。わかんない、あの体験したことがなくて正解がわかんないけど、クリスマスイブにラーメン、彼氏と彼女で、ラーメン部なんじゃない？何を食べるかじゃないよ、誰と行くかだから。
二人で食べるラーメンはきっと美味しいんだよ。一人で食べても美味しいんだけどね。うん。私は今日は一人で韓国料理食べました。美容院行く前に SKE48 電機のイベントが終わってから韓国料理食べて病院行って帰ってきて寝ました。一人で行くの抵抗ない人、だってお店側にも良くない？こう一人でも食べに来たくなるほど美味しいお店ですっていうのをこう宣伝してるわけじゃないですか、私がいることによって。感謝してほしい。抵抗ないです。貢献してるって思いながら並ぶ。そういうことですよ。ちゃんと食べて帰りました。病院行って取れた。態度の悪いカフェ行きたくないです。接客をあんまり感じないお店のが好きです。私がもし皆さん側だったら全然一人でトーク会とか行くと思う。もともと一人行動が好きなので結構一人でね行動しちゃうタイプです。誘われた時は同行するけど基本は一人みたいな。で現地で会ってじゃあ一緒にご飯食べるみたいな、この部暇ならご飯食べるみたいな。そういう感じなのか分かんないけどそういう感じだと思う。私はって融通聞きますからね。2人3人で助けられることもあるけど、結構見てるよみんなの。今日ねいたんですかみたいな、
いました、もう帰っちゃいました、あ挨拶すればよかったですっていう私のファンの方同士のこうリプし合ってるのたまに見かけます、あ会えなかったんだって思って見てます。めっちゃ見てるよ、みんなの返信、面白いもん。確かにライブは一緒に分ける人いるといいね。でも地蔵タイプだからさ地蔵なんですよ、最善彼女面地蔵なので、多分誰かと言っても地蔵なんですよ。あもう時間じゃん、そろそろ。もう行こう。すごいタイミングで飛んできたプレゼント。そう、でもコールしてもらえるありがたみは知ってるので、するときはしますよ。コールをしてあげることって大事じゃないですか。叫んでたもん、あのリカの時もゆずきーって合法で呼び捨てできるからねというわけで、ランキング見ます。1位、あーありがとう。2位、バババババありがとう。3位、シシシシシシありがとう。4位、ヒヒヒヒありがとう。5位ママありがとう。6位あーありがとう。7位マママありがとう。8位チュ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 ありがとう。9位ジェジェありがとう。6位ムムムありがとう。あれ10位ムムム。11位ハハハありがとう。12位トトトトありがとう。13位コッコココココありがとう。誕生日会の皆さんもありがとうなんか今歌ってるみたいになっちゃったありがとうございました。会えるのは26、27、31ですね。ありがとうございました。おやすみなさい。